セカンドチャンネル。なんで撮り始めた瞬間いなくなんで何。いや全然あのあれです、軽めです、皆さん軽めです。でなんでいなくなんだよいやあのさ、ここのとこさ、いや僕がその一日店長やったり、うん、あの胃腸炎になったりしてたんで、うん、あんまりうちで撮れてなかったじゃないですか、うん、だからうちに何個かちょっとウームから荷物が届いてて、うん、で今日はそれを手で持ってこれる範囲だったんで、うん、今日1個持ってきました。それの紹介です、うん、でウームから謎の箱が届いたってやつをやりたいんだけど、もう箱じゃないっす中身僕は見てます。で何よこれ、でこれタイトル何これ、これっす。何、いやいやいや、サムネ、どういうサムネ。ウームから謎のものが届いてもう俺は謎じゃねえのだから見ちゃってるから、まあ、じゃあ謎ね、はい、じゃあ何が、何が届いたか。届いたでしょう、当たったらピタリ賞で、うん、あげます。じゃあいらないな、いらねえよ。分かった、千円札絶対届かないなんで千円札だけ届くんだ。ヒントちょうだい、ヒント。ヒント、うん、いや、ちゃんと君も一回把握してるものですよ、うん、必ずえそのものが届きましたっていう、おおっていう、あ、これかってなる、あ、これか、多分うわこれかってなくて、うん、ああこれか、なんか水とか水でこれかってなる水でああこれかじゃん、水だから、あ水か、え水じゃない、水だったいやいや、ああ水かだよ、水は。いや嘘、なになに、もうちょっとヒントちょうだい。ヒント、なんかもうジャンルジャンル、まあいい食中ですよ。お水じゃんじゃん、ほら水と、あ、わかった、来た、来ちゃった、いい食中だから、来ちゃったかもしれない、水だ、なんでだよタラルン来ちゃったかもしれない、タラルン。服ですか、いいですか、服で、あ、服というか T シャツか何かかな。大正解。誰かがそうだ、ツイッターで上げてたかも。またウームの T シャツ、うん、そう、ウームはね、なんか四半期、三半期ぐらいってさ、そうそう、だから僕が服買わなくていい理由はウームのおかげなんですよ。ありがとうございます。本当ウームの服と、見てるか、見てくださってる方からの服しか着てないんですよあー、こちらでございます。佐藤さんのはない、おしゃれだな、でもそう、冬のデザインだよね、うん、今季の、うん、ヒカキンさんがデザインしたやつだっけ、これね、の、パーカーが、あの T シャツバージョンということで、で僕は白で、ケイさんが黒、まあ、着てみます。最近ね、服が小さくなっちゃって、着れないんですよ。君は何サイズ、 L サイズにした、 L サイズ、今まで M サイズ入ったのに引っ張んなくなっちゃってでかくなってんじゃん。そう、まあ、いいかも、このまま着、めんどくさいからこのまま着る心の声で全部出てたよ今このまま着るなよ俺ちゃ、あ、まあ俺はいいか、 T シャツ重ね着で君シャツ、 T シャツにシャツに T シャツどういう着方、新しいファッション。俺最近ちょっとやっぱ白がいいから、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどよくはないでしょ、やっぱちょうどいいわ、シャツの上からで、うん、これ細いのかな、前回このあれ細かったから、やっぱちょうどいいね、かっこいいっすね。いや、おしゃれ、普通にやっぱ L サイズだとちょうどいい、あ、おしゃれ、このサイズ感もさ、この袖丈とかも結構おしゃれだよね。ちょっと L サイズでかかったかな、まあいっか、まあでかいんじゃね、 M サイズ着れなくて、はい、あ、それでも普通の白じゃないっぽくないですか、うん、普通の白じゃないんですね、あ、ほんとだ、違う、なんか天体、え、これそういうのはすごいおしゃれだ、違う違う違う、スパイダーマン、下がスパイダーマン、いや、今日何時間俺と一緒にいたの分かってるでしょ今日見なきゃ、俺の T、いやいや、なんでこの時で初めて分かるんだよずっと着てたよ、この T シャツを、そういうデザインスパイダーマンの T シャツずっと着てたよ、いや、これいいね、うん本当に君、洋服買ってないもんね、本当に買ってない、え、最後に買ったのマジでいつよ、いや動画で、例えば、うん、これ多分下に着てる T シャツあれでしょ、フリーザーでしょ、そうね、その、いや、動画で買ったやつじゃん、そうって、で、このズボンも言うたら一緒のパンツ、そうそうそう、え、わかんない、それ以外で、うん、あ、何買ったの、なんかね、ちょっとした長袖のシャツ関連を買ったんだけど、シャツ関連長袖買ったんですか、長袖でも、3月とかだよ、 あ、そうそうそう、4月かな、長袖買ったの、なんかこういうシャツあんじゃん、なんかこういう何シャツって言うの、ワイシャツじゃないけど、そういう何、上に羽織るようなやつ、そう、ここでボタン閉めるような、俺よくチェックのシャツ着てんじゃん、ああいう、ああいう系統のシャツをね、うん、ポイントがすごい溜まってて、デパートの小田急ポイントがすごい、うん、で、1年しか期限ないから、うん、使わなきゃと思って見つけ出したのがそいつだえ、それ店舗で買ったの、そう、無印で買った、ああ、無印で使えるんだ、そのポイント、使える、使える、小田急のデパートのどこでも使えるから、それで買ったんだけど、うん、それ
要はポイントがなければそれポイントがなければ買うことはなかった。現金で、じゃあその何、じゃそれの前はマジで覚えてないんだけど、あ、なんか七分のズボンを買ったかも。でも去年か一昨年か忘れちゃった。年をまたぐ。え、逆にさ、その、うん、例えばパンツとか靴下は？パンツ買わない。まああるままだ。あ、いつか。ずっと履くの。まだあります。まだあるって。その消耗品、まあ、消耗のよりだけど下着だから、うん、まだあるって例えばあんましないと思う。いや、そういえば買ってないわ。じゃもうヨレヨレじゃねえで、パンツ。これは全然しっかりしてるよ。なんでいくらのパンツ？いや普通のやつ。いや結構下着ってもうヨレヨレするんじゃん。全然平気。なんで？わかんない。わかんな い, い靴下も、あ、靴下はあの君の奥様が僕にくれたやつだったでしょ。 あ, そうだ、ね、あれ最後です。あ、そう、いただいたやつだから去年です。あ、すごいね。だから服変わってないっすわ。あ、そう、変えました。まあ俺はでもあの何、おしゃれするために買うっていうのはしてないかも最近、うん、あのまあ家庭が忙しかったから、うんうんうん、俺の服よりも、うん、まずジュニアの服とかだったから、うんうんうん、その辺だったから、うん、それが売ってるショッピングセンター、ショッピングモールみたいなところに、まあ赤ちゃん本舗とか、はいはいはい、赤ちゃん赤本ね、赤本、赤本って訳すの、うん、俺訳したことないよ、一回も赤ちゃん本舗とかの、うん、行きつつそこには GU とかユニクロがあるから、はいはいはい、そういうところで買ってる。じゃあ今年それは、去年、去年、今年、去年にすんなよ。今年で、この間も買った。まあ俺部屋着だけどね、よく買うね。だから大変なのもん。よく買うね。いやちょっとそれもちょっと、やべ怒られそう、そろそろ。いやあの言ってないの？え、いや言ってる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 し見えてる。何見えてる？いや俺はバレてるあの洗濯できるだけしたくないのよ。うんうんうん。一人暮らしの時から自分で一人暮らしで、うん、あの洗濯するじゃん。うん、めんどくさいじゃん洗濯って。うん、だからできるだけその回数を減らしたいから、うん、朝起きてでどうせ家にいるし編集する時って、うんうん、だからパジャマのままも、はいはいはい、ズボンだけ変えてね。まあまあ、まあ。T シャツはあの要はパジャマで着てた T シャツそのまま、うんうん、で誰か会う時はもちろん着替えるよ。まあ、ね、俺もそうだよ。そうで部屋にいる時はパジャマでしょ。うん、でだからその例えば外にちょろっと行くときはでも着替えたいじゃん、うん、でその時って T シャツ着るじゃん、うん、でも帰ってきたらまたそのパジャマに着替えるわけよ、うん、着てたやつ、うん、で一瞬しか着ないじゃんその、うんうん、外例えば買い物行くだけの服って、うんうんうん、1時間も着ないわけよ、うんうんうん、だそれは洗濯絶対出したくないの、うん、その一人暮らし の時から、うん、それが始まって、うん、で俺その引き出し、うん、あるわけじゃん洋服ダンスが、うんうん、ただでも洋服ダンスにその一回外のに行ったやつは入れたくないわけよ。はいはいはい。いや、洗濯して綺麗なやつだから。まあまあ、分かるでしょ、うん、だから俺、その、一時利用品、一時利用衣類品を、一時使用衣料品入れのボックスに入れてんの。いや、入れたらダメじゃん。あ、違う。もう、それ用。それ用。それ用ってことは溜まってくるってこと？そう。だから、おかしいじゃん、それが今、こんぐらいある。いや、じゃあ汚いじゃん、それ。でも、だ1時間しか着てないよ。いや、1時間季節が溜まってってんでしょ。いや、もうだ冬服があるだ、今そこに。え、意味がわかんないんだけど。え、どういうこと？洗えばいいじゃん。え？でも洗濯多くなっちゃうなって思って。はぁ？ちょっと待って待って待って、全然意味わかんないんだけど今のはマジで理解できないよね。なんで1時間来たんですよね、わかります。じゃあ、はい、行きました、はい、次の日も外行くとき、あ、それ着る、それ着る。で、基本それなんだけど、でも例えば、うん、長袖着ました、で、一時利用品行きました、うん、次の日あっち半袖来ました、うん、入れます。で、重なっちゃってもう地層ができちゃって、うん、あ、また長袖着たいなった時はあれどこやったっけあれって。やばいでしょそれはやばいって。ちょっと怒られる、そろそろ。え、それ黙ってんの？いや、もう知ってる奥さん、ちょっとあそこやばくないって言われててあ、やべそうだっつって。いやー、いや全然理解できないわ。だから俺まだモフモフのやつが多分下の方に多分、ね、いやー、きったね、やばいよやばい、だからあれうわー、そう、めんどくさがりなの。めんどくさがりなのって、それどうですか、それ。その、いや、だから僕それ考えたんです、解決方法。うん、あんの？あのね、先輩がいた。解決方法考えました。まあ僕も、T シャツ、うん、夏はもう全部すぐ。あ、まあ、いや、ちょっと着て。あ、夏はさすがにない。いや、汗かいたら冬はね、そうそう。冬は分かるから。だから冬物が、あの冬物、春物が今そうなっちゃってる、はいはい。だからもう冬の場合は外出てきてったら、うん、もう着替えるんです、僕、そのまま。あ、はいはい。で、そのまま寝ますもん。寝るの？いや、それもそれじゃん。いや、結局、不潔野郎で、今、不潔野郎二人でお届けしてるから。だから、例えばこれ今日、じゃあ、1時間外で出ました。はいはい、1時間だけだったよね。1時間出ました。はい、君の理論よ。だから、1日出たら洗うでしょって君だって。いや、もちろん、だから、洗濯、かっこいいでしょ、うん、?1日行ったら、ちょっとロケ、じゃあ外撮影行ったら洗うでしょ。もちろん、絶対もう1時間だけで、じゃあ買い物僕も行きましたって時は、はいはい、そのまま帰ってきます。うん、このままなんですよ、これ。
一日部屋で作業して。あ、まあそれは分かる。で、うん、風呂入って寝ますもん。ああ、風呂入るときは洗います。ただ僕最近朝風呂入るんでそのまま寝ちゃうんですよ。もうそれもすごいな。このまま寝ちゃうから。あ、じゃあもう、うん、外気、うん、外気ありありの外気ありありで布団なかなかなわけね。はい。やば。だからそれが俺まだね、一日使い切るからポイってか洗えるわけ、はい、っていう風にまずサイクルが1個、はい、あと長袖解決する方法は1個あります。何？長袖全部もう捨てます。捨てんの？ T シャツだけにした。俺捨てたん？ロン T 全部捨てた。ちょっと捨てるはちょっとさすぐ捨てできないな。ロン T というジャンルをもう俺の中で排除したわけ。効率を考えて。いやそこまで効率悪くない。だ T シャツでちょっと肌寒い時はもうパカッと着ちゃうように、いい、ね、だからロン T というジャンルを捨てたわけ僕は。そうするとその部屋着のね、それを解決できる。その溜まって、あ、今日はちょっと中途半端だなっていうのは解決できるから、はい、T シャツオンリーにまずしちゃいって思う。はい、うん、ちょっとでもなんかなんとかそのよくわかんないボックスいらなくない？一時そう一回作っちゃったがために。ボックスじゃなくて俺はだからああいうふうにパーカーとかかけっぱにしとく。あの、あ、だからパーカーとかかけてるよ。 T シャツも全部で T シャツとかけっぱ、何ちょっと肌寒い時羽織った、うんうんうん、やつでしょ。それもかけっぱで必ず次出る時にそれもう一回着て、うん、そしたらやっとぽい。それ忘れちゃうんだよね。その箱作ったからでしょ。そこすごい便利なんで。箱はもうなくそう。便利なの。いや便利とかじゃない、汚いから、ただの。ただの汚いボックスだからそれ。全部だからちょい汚いの。いやいや1時間も出てない。汚いでしょだからっていう。なんで溜まってくの汚いやつか、ね、ちょっとよくわかんないんだけど。ね。どういうことなのそれは。ちょっとどっかで洗濯しなきゃ休み。いや怒られちゃう。次の休みで。怒られちゃう。そうそうそう。自分でやってんの全部今。洗濯はやってもらってる。あ、で子供の洗濯とかやるよ。あ、なんか私がなんか分業があるわけね。あ、まあそうだよ。てか、だから俺が毎日お風呂入れて、うん、で、いや、バトンタッチするわけじゃん、うん、裸ん坊を渡して、で、拭いている間に俺がちゃんと体また、うん、あのこうやって、で、出たら洗濯機をこうピッて回す、うん、で、それを干すっていう、うん、あの子供のやつやって。で、子供のやって自分のやんねん。一緒にやればいいだろ。いや、いや、一緒にできないよ。え？なんで？大人と分けないで皮脂がなんか違うから、なんかダメなの。子によっては荒れちゃったりだとかあるの。あ、ダメなの。だ、例えばこの汚いやつとか。確かに、だって1時間来てすぐね、そんなことゴミ箱に入れてるんだから。ゴミ箱に入ってそこは本当大丈夫。まずさすがに俺だって汚いって思ったら洗うから。マジで本当コンビニ行くだけとか。いやいやいや、そうそうそう、溜まっちゃって。コンビニだったら着替えなくていいでしょ、部屋着でね。え、まぁ、あ、ちょっとミスったよね、いろいろと。だって俺フリーズで外出るよ。それフリーザーいいじゃん。だヨレヨレもうさ、ね、それ捨てればいいじゃん、多分ヨレヨレ T シャツ。いやでもヨレヨレが一番寝心地いいじゃないですか。その寝るときは、うん、ね、そういうもんなの、うん、ちょっとだからそこはあので一回そのだからゴミ箱なくそう。それがなくなれば多分意識が変わる、うん、一回そこ洗濯出して、そうで出してそこはちゃんと普通の服入れにした方がいい。普通の服入れ、いや違う、もうそれはあのボックスとかじゃねえのよ、うん、あもうカゴ言うたら、あのこういうあのカラーボックスに入れる用のカゴみたいなんじゃん、うん、あるっす。いや入れるそれ絶対ないじゃん。だって他の収納に使ったらあんだけ床にこうなってんだからこう入れてちゃんとしまうようにすればいいのに。片付けが下手くそなんですよね。物が多いよね。物が多いのよ。片付けるのが下手くそ。捨てるのが下手だよね。あ、でもゴミは絶対捨てるけど。でもゴミの基準がこう低いよね。何明らかゴミですしか捨てないじゃん。なんつうの、ほこりとか、うん、そのは捨てるよ。これはどうですか。え、それ捨てるよ、それ捨てるよ。これ捨てない。これ捨てる、これは捨てる。これ取っとく人いる。これは捨てるでしょ。まあまあ確かに、なんかね、うん、物は多いけどね。物は非常に多いよね、うん、はい、そんな感じです。はい、 T シャツもらいました。ブームさんありがとう。こんな不潔な僕ら、いや不潔なとか自分で言うのやだな。そこだけねちょっと溜まっちゃってるんで洗濯します。はい、はい、そんな感じでした。はい、また見て、バイバイ。